はい、ありがとうございました。仙台です。はい、ちょっとした家庭のですね、いたずらにありまして、ちょっとセット大丈夫でしょうか。ちょっと心配でした。ですね、今回第13回ひだぼう祭り、まずは、おめでとうございます。そして仙台をですね、この三味線の地に呼んでいただきまして本当にありがとうございます。2大会3連覇の、柴田三兄弟、そして、私たち、太鼓チームですね、和太鼓ユニット2期、この4人を合わせまして仙台として、ちょっと、お付き合いいただきたいと、思います。今聴いていただいた曲は雷をイメージして作りました雷鳴という曲です。雷は見えましたでしょうか。見えましたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、次の曲に行ってみたいと思います。次の曲なんですけれども、伝統の、こちらは、古典ものを、ちょっと演奏させていただきたいと思います。初めて私たちが民謡、民謡じゃないですね、古典ものの演奏をしたのがですね、三方節、秋田三方節、これなんですけれども、僕たちなりに、ちょっとアレンジをしまして三方というタイトルで、1曲演奏させていただきたいと思います。お聴きください。三方です。
Thank you.